まで経ってもやみませんね。お父上の跡目を継ぐべく騎士の道を選び錬磨を続け、そしてあなたは大魔の剣に選ばれるほどの剣士に成長した。それは素晴らしいことだと思います。でも、もしもあなたに剣の才能が全くなくて、それでも周りの人たちからお前はこの絵の家に生まれたのだから絶対に騎士にならねばならないと言われたら、そう言われ続けたとしたら、あなたはどうしていたと思いますか？ガーディアンもようやく動かせるところまでこぎつけました。この調子でガーディアンや神獣への理解を深めていけば、たとえ薬剤ガノンが復活しても対抗する力は得られるはずです。ここで何をしておるのだ？ガーディアンの実験を見ていました。私たちが異物を完全に把握すれば薬剤への対応も。確かに古代異物の研究はハイラルにとって極めて重要だ。だがこの国の姫であるお前がなすべきことは他にあるはず。いつまでそうして己の役目から逃げ続けておるのだ？逃げてはいません。先日も勇気の泉に赴き沐浴し祈りを捧げ、異物に関わるのをやめ全ての時間を修行に注げと言うておる。薬剤封印の力を身に宿す術がそれ以外にあるのか？わかりません。でも努力しているつもりです。けれどどうしても。だからせめて今の私にもできることを。言い訳は聞きとうない。王として命令する。今後一切異物に関与することは許さん。泉での修行に専念せよ。口さがない王宮の者たちに何と呼ばれておるかは知っていよう。出来損ないの姫、席を果たせぬ無才の姫。そうではないという証を立てるのだ。よいな。はい、お父様。
王家の姫が代々受け継ぎし厄災を封印する力、それは祈りによって目覚める聖なるもの、そう聞かされて育ちましたけれど、母が言っていた体を満たす霊力も、祖母が耳にしたという精霊の声も、何一つ私には感じられない。父には何度も叱られました。それはお前が学者の真似事ばかりやっているからだと。でも幼い頃からどんなに頑張っても祈っても、古代の神ゆかりのこの地にすがってすら、聖なる力が私を唱うことはなかった。教えてください、私には何が足りないのですか。